こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一大事膠着し来たれです。これは一句後にすべからく三言文をぐすべし、一言文にすべからく三言をぐすべし、一大事膠着し来たれの第三句で、臨済の三句と呼ばれるものの一句で、第一句は何の議論を加える暇もないうちに主観と客観とがはっきり分かれる、第二句は妄想を切断する根本地、第三句は表だけを見るのでなく、それを動かしている肝心の人を見るようにと警告しています。この語は、妙一字を大きく書き、あとは小さく三として書かれる場合が多く、妙と書いた一字の中に一句から三行までを含み、その妙一大字をよく見なさいということです。また一句から三行までの意味は、おのおの一句の語に三言文を備えなければならない。一言文にそれぞれ三行を備えなければならない。そこに方便があり、働きがあるということです。それでは今から一大事膠着し来たれを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。